アズールレーン。主殿、外出お疲れ様でした。主殿、この息吹に興味が。一度も生まれることがなかった息吹は、誇れる還暦もないのは当然として、趣味は短歌で、剣術が得意ですというところでよろしいでしょうか。あとは本当は人と話すのがちょっと苦手で。任務ですね。息吹も一緒に出撃しましょうか。主殿、向こうに結構物資が積み上がっているようですが、あれが報酬ですか。主殿、向こうに結構物資が積み上がっているようですが、あれが報酬ですか。主殿、委託ってこれですか。はい、とにかく無事完了しました。主殿、もしお怪我をされているのでしたら、息吹のよもぎを敷いてみてはどうですか。まだまだありますよ。主殿、お手紙。読み上げるのですか。そんな恥ずかしいこと。演舞を披露してほしいですか。すみません、人前ではちょっと。煩悩退散、六根症状。主殿、私はセントルイス、ヘレナの姉よ。かの真珠湾での戦いを無傷で乗り越えたおかげで、ラッキールーのニックネームをもらったけど、その後の作戦行動はあまりうまくいかなかったわ。運ってやっぱり流れるものなのよ。獣王の初詣ね。指揮官くん、何か願い事はない？私にはないから、あなたの分も願ってあげてもいいわよ。ユニオンの信念が別に寂しいってわけじゃないけど、やっぱり獣王と闘魂の方が盛り上がってるわね。私、盛り上がってる方が好きよ。指揮官くん、私を酔わせるつもりなら、それはあなたの飲みっぷり次第ってところかしら。指揮官くん、サプライズに会う準備をしてちょうだい。指揮官くんは甘えん坊ね。任務報酬を受け取る前に、少しだけここで横になってもいいわよ。うん、オッケー。出迎えはこの格好でいいわ。
お仕事の前に軽く一杯飲んで体を温めてちょうだい。お帰りなさい。暖房の準備はできているわ。私？もう少しここでゆっくりさせてちょうだい。新しいメール？勝利のお知らせに決まっているわ。お出かけ？この傘を差してあげよっか。あら、雪に降られちゃうからもっと近づいた方がいいわよ。こういうの外でするものじゃないわよ、指揮官くん。してほしいですか？すみません、人前ではちょっと。こういうの外でするものじゃないわよ、指揮官。